ではこの時間は今日の金先物情報をお伝えします。朝10時に大阪取引所が発表した金先物指数です。12,799円、前日比でプラス53円となっています。ではここで日産証券新横浜支店長中島啓司さんに電話でお話を伺います。中島さん、おはようございます。おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日の金市況はどのような状況でしょうか。はい、よろしくお願いします。本日の大阪取引所の金先物価格は、中心元月の8月切りで10時現在1グラム12,799円の53円高で推移しています。はい。で、本日の高値がですね、12,846円となっており、昨日更新した最高値の12,841円を若干上回り、連日の最高値更新となっています。はい。で、ここ数日は手がかり材料が乏しく好動きとなっていますが、日本市場の金価格は最高値近辺での取引となっています。はい。で、一方、昨晩のニューヨーク金も反発となっています。中心元月の12月切りで1トロイオンス当たり 2678.9ドルの 13.3 ドル高で取引を終了しています。朝方発表された10月期のニューヨーク州製造業景況指数が9月期の 11.5 から 23.4 ポイント低下のマイナス 11.9 となり、市場予想の 3.6 も下回ったことから、アメリカの景気に対する楽観がやや後退し、アメリカの金利が低下したことが相場の支援材料となり、一時は 2685.9 ドルまでの上昇となりましたが、その一方でイスラエルがイランへの報復攻撃で核施設や石油施設を標的にしないことをバイデン政権に約束したことの報道を受け、地政学リスクの緩和を背景に安全資産としての需要が後退したことが上値を抑えた要因となっています。はい。そのような状況です。なるほど。はい。わかりました。いや、中島さん、今日もどうもありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。日産証券新横浜支店長中島啓司さんに伺いました。今日の金先物情報でした。では全体の数を確認します。日経平均株価は680円54銭安、39,230円1銭。今日ここまでの高値安値ともに9時台につけています。そして東証株価指数トピックスです。 19.56 ポイント安、2704ポイントちょうど。そして日経225先物12月切りは660円安、39,250円となっています。為替を確認します。ドル円が149円23銭から24銭、ユーロ円が162円43銭から50銭、そしてユーロドルが 1.0884 ドル水準での取引です。